はい、おはようございます。マスター・アトです。日曜日の朝となりました。賛美のひとときとなりました。今日は2020年3月の8日、日曜日、死の日ですね。朝、賛美のひととき、5曲目となりました。救いの喜びの欄になっています。聖歌の459番、教義不明を教える、ヨハネの福音書15章の9節、父の我を愛したまえしごとく、我も何時を愛したり、ヨハネ福音書15章の9節。ではお祈りいたします。天の父なる神様、賛美のひとときを感謝いたします。この賛美も主の栄光御業のために、御心ならば豊かに用いてください。このものをも清めて、思いと唇を整えて、知恵と力と勇気とをお与えください。感謝して初めにあたり、この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ちょっと朝からちょっと5曲目ですの。喉が鳴りますけど、だ整いましたかね。8分6拍子ですね。いきます。3、3、はい。聖歌の459番、清い文を教える。ヨハネ福音書15章の9節、父の我を愛したまえしごとく、我も何時を愛したまえり。ヨハネ福音書15章の9節、8分の6でやや遅く60ですね。なかなかで、いきます。3、はい。清い文は教える。神が人となられて、人のために救いの道を成就したこと、私をも愛して死なれたお方は神の子のイエス様一人だけだ。そんな愛を忘れて道にそれた私を咎め立てもしないで迎え入れてくださる。私をも愛して死なれたお方は神の子のイエス様一人だけだ。神の前に行くとき歌う一つ覚えの歌はイエスが私を愛したもうそのこと、私をも愛して死なれたお方は神の子のイエス様一人だけだ。はい。感謝いたします。ちょっと時間、朝の公の礼拝の時間、ちょっと気になりますけど。はい。ちょっと、賛美、感謝いたします。お祈りいたします。天の神様、この賛美も、死に栄光と誉れを期して、このものも、清めて、用いてください。思いと唇を整えてください。この賛美にあたり、感謝して、この時を私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、では、最後の合言葉、マスター、主よ上げ、マスター後でした。また来週、朝の日曜日の主の日の朝お会いいたしましょう。はい、パッションプリーズユー。はい、失礼しました。